持っております朝ごはん食べてない朝ごはん食べてないよなんかねわかんないんですけど昨日一昨日ぐらいからすっとねずっと鼻声なんですよちょっと私花粉症なんじゃないかなって思い始めました <laughs> めっちゃね思ってるの思ってんのやばくないなんか硬くて鼻がでねそれで それでなんか、うん、鼻かみすぎてめっちゃこの鼻が痛いっていうね、バカでしょって感じ。ね、なんかね、ほんとにもう最近、最近来た、一昨日ぐらい来て、もうこんなすぐ来るのと思って、もともとね、なんかそういう、風邪気味なのかなって思ったけど、喉痛くないし、なんか私、風邪ひいたら喉一番痛くなるの。だけど鼻水もね、出ないし、なんかくしゃみめっちゃ出るからね、なんかね、鼻声なのかなって思った。 カフェソンの人多いからね仲間だねアレックスさんお花ありがとうございますえなんかみんなさそんな声変わってないよみたいな私は変わってるなよしゅんちゃんありがとう 花粉で耳かゆい,耳かゆいのおかしくない耳かゆいってダメいさんああよ日ありがとう覚えてるよちゃんと覚えてる p m 2 5んでるそうなの今日お許しした眠いお疲れえ声変わってるでしょねえもう声変わっちゃったの <laughs> ねえもう花粉症デビューですね今年から 私ねこの間までね調子こいてね私花粉症の感じ分かんないからさとか言ってたんだけどさ <laughs> 急になっちゃうっていうね <laughs> なんかもう自分で分かるの鼻声だなって <laughs> うんうんうん <laughs> なんかねすごい詰まってる感じするまあいいんだおいしいねでも花粉症はならない方がいいと思いました このちょっとしかね出てないけどまだ3日目ぐらいだけど超つらいコップでかいそうでもないよでもこれでかいのチョイスしてきたからかもしれないリンゴジュースですよリンゴジュースもみんな当て,て,当て,て,当て始めたからねみんなリンゴジュースで。 みちゃな開けなくないこのこの色でそうみちゃごめんみんなえこれ多分コップがでかいただけだと思うよ花粉目にくるんだそっかでも昨日ちょっとね風で目が痒くなったバッツ子がおこうかなわけないね <laughs> 小顔交換みたいな。なんかやばい。すごい連動してきてる喉に。やめろ <coughs>。ねえ、花粉症になったことない人ね。私も今までそうだったの。いつなるかわかんない。ちっこいわけない。コップ180センチぐらいある。あるわけないでしょ。どうやって飲むの私は時間。うん 花粉症歴20年えー、長いねひめりの握手会追加でまた買ってありがとうひめりの握手会か握手券買ったんごうじさんありがとう待ってますありがとう <coughs> ね飲めるかな飲めないでしょあの1 8 0ンチは。 あ,あやな大丈夫だよ飲めないおはようマヤヤヤさんおはようございますね鼻セレブっていうのいいよね私すっごいね昨日鼻噛みすぎでめっちゃ鼻痛いよみんな気をつけた方がいいねそうおセリンとかニベア塗った方がいいなと思いましためっちゃね鼻痛いのティッシュ硬かったからかなちょっとよくわかんないけど <laughs> 花粉症にはレンコンがい,いらしいそうなのそんなの初めて聞いたぞね話せれば甘いんでしょって <laughs> なんかね学校の子がねやってた話せれば甘いとか言って <laughs> 私にはやれる勇気はなかったけどみんななめてた「<laughs> 清島でさん誰もありがとう」えおるさんほんとにお誕生日おめでとうございます 話せればわかんない。私使ったことない。もうッシュはね、何でもいいよ。鼻をかめれば何でも。良き花粉症楽しいわけないじゃん。楽しいわけがない。うん。あ、そうだ。アニメのキャラが書いてあるッシュもうまいよ。ちっちゃい子が鼻かむときかな。え、やばくない声出なくなっちゃった。<laughs> ごめんね、みんな。 じゃあ鼻詰まってるとさ喉に連動してくるからさごめん今日はちょっと声やばいけど気にしないでくださいいつも以上にやばいかもしれないけど気にしないで声 <laughs> やばいね今すごい自分でも思った <laughs> まあこれレアなんでねこれレアだからじゃこないだのショールームでもう次直しとくからとか言ってさ全然治ってないっていうのむしろ悪化してますねって わかんない私ね、そうこう、河野病院行こうと思って、なんかもう普通に風邪です言われたらちょっとショックだけど、うん、でもまあね、風邪だったら治るし、ちょっと行ってみようかなと思います。だから、<coughs> 今の声はやばかったよね。なんかちょっと自分でもね、声出ないなと思ってびっくりしちゃった。MV のめっちゃか愛かった、ありがとう <coughs> 多分、すぎだね。そうなのわかんないんだけど。 めっちゃ眠いんだけど、花粉症かなそうだよ。わかんない。<laughs> 言い切れません、私には。わかんない。もうどうだろうね。でも、うん。どうなんだろうね。<noise> なんだろうね。なんだろうね。<laughs> おかしいけど。うーん。花粉症か風邪じゃないかな。<laughs> MV100 万回見て、うそー。うそー。 本当に。鼻うがい。してみようかな、なんかね、片方のね、鼻だけ詰まるっていう、なんか異常な。ことが起こってあります。ああ、そうだ、みんな、眼鏡直しに行ってきた、私。やっと直、直しに行ってきた <laughs> なんだっけ。そう、やっと直してきた。なんだろう、風邪はやばい。そう。 洗えるマスクいいらしい。そうなんだ。あの部屋住みたいねえ、私も住みたいよ、めっちゃ。なんかね、めちゃくちゃ可愛いんですよ。めちゃくちゃ可愛いんですよ。あ、やばい、片方の鼻が詰まり始めた。あのね、ちょっともう、恥ずかしいな、そんなこと。あの、 ああののおお部部屋屋はめっちゃ可愛くて4つお部屋があるので私最初出てくる時はピンクの可愛いお部屋だったんでであとはなんかディオンが最初始まるのは私が昨日あげたツイッターのあるベッドがあるお部屋でマイロンはちょっと今度ねもう取ったからねあげられる時あげようと思うんですけどちょっとあとになっちゃうかもしれないけどあのー、ちょっとボーイッシュなお部屋から始まるんですよ。 あとはなんか緑のお部屋なんか緑壁が緑の床がピンクのお部屋があってその部屋もあってなんかねあの MV 撮影は MV 撮影はねあ鼻かんだらあのね鼻ここに詰まってるだけでね鼻出てこないのだから大丈夫あのねあの MV 撮影はそのまあ見てもらったら分かるんですけどワンカット全員で乗ってるんですけど あのうんと撮り方があったんですけどなんか普通のやつだったらその部分ごとに撮るからあの一人一人がこう順番に出てくるって感じだったんですけどワンカットだしサビとかもあったのでうん難しい言い方難しいんですけどなんかうんと若菜ちゃんがやってる時も、まあ、踊,る踊るパートがあるから。 あの一緒にいるしって感じでそうねそうねでリオの時もいるしって感じでなんかねもう全部にね出演してるんですよ私も何 <laughs> て言ったらいいんだろうねなんかうん難しい普通のちょっとこの間のアゲアゲの時の撮り方だったら若菜ちゃんのところは若菜ちゃんだけが撮りに行くって感じだったんですけどワンカットって言っても <coughs> 同じ ところで踊ったりもするしそれに合わせてその何だろう今回は全員がずっと一緒に MV 撮影をしてたのでめちゃくちゃ楽しかったんですけどあのねまあ何回か撮ったりしてて撮ったりしてるんですけどうーんあの私一番最初のお部屋とかにも毎回1回ずつ戻らないといけなかったんですけどお花が落ちた。その時に

瓶がちょっとこっちの方にあったら、なんか違うなって思うじゃないですか。だから、そういうのもね、ちょっとちゃんとやっててして、元の位置に戻すとか。あとは、その、なんだろう。全部、そのサビ、さうん、なんだろう。まあ、全部フルをやったんですけど。フルの。フルをやって。でも、う一回フルやって、もう何回か、その、全部。フルでやったの。 何いい、ね、か1回目はわかなちゃんカメラ2回目は B4 カメラとか3回目は美きちゃんカメラっていう感じで1人ずつをこうやって撮ってたから <laughs> 私はもう結構いっぱいねたくさん踊ったりしてたんですけどまあそのなんだろうまあねえ <laughs> 一番最初からまた撮り始めるからそうフリやったらまた一番最初からもう一回フリ撮ってっていう違う行動をやってたから。 毎回ね、あの、私のいたピンクのお部屋、最初のピンクの部屋に戻るんですけど、もうその辺、もうね、3回目ぐらいから、もう、自分地下のように、リオンとか、り、私の家が、部屋がここにあって、リオンの部屋が隣にあって、こっちの部屋に、隣の部屋に、まひろの部屋があったんですけど、もう、上3人に、え上の、その、2階があったの。あれ、2階なんだけどね。あの、もう2階にいる3人は、 自分ちかのように、バイバイ、またねみたいな。なんか、あ、うち部屋帰るわみたいな感じでね、まあ、そういうやりとりも取る前にしてたという。<laughs> これさ、ちょっといろんなのお話し,したいけどさ、お話しするまでに、めっちゃ大変だよね。カメラに映ってるのは一人やけど、周りに映り込んじゃうから毎、みんな毎回同じことしなきゃいけないんよね。そうそう、あやな、めっちゃいいこと言ってくれてる。そうそうそう、そういうこと。そういうことよ。 そそそうそうそう投資で例えばまあこれを6人分やらないといけなかったんですけど投資1人ずつをカメラでこっち撮ってたから6人分撮ってました <laughs> だからな <coughs> フルで何かたくさん踊ったんですよねでも私一番後ろなのサビがねサビが一番後ろだったからもう全部に出演って感じでなんか後ろだとさどの,どの位置から撮っても必ず映る場所にいたんです私は。 嬉しいことにでそこででも例えばサビで後ろの子たちを撮るときは前の人たちはなんかカメラさんがいるからなんか邪魔になっちゃうから <laughs> ちょっと後ろにいたの踊らずにねでその時にめっちゃメンバーがね笑わせてくるのなんか <laughs> ふざけて踊って <laughs> しててねめっちゃ笑いそうになった <laughs> やばいそうこれみんなにねお知らせがあるお知らせでもないけど 私わりかしいろんなところに映り込んでるんでひょっこりはしてるんで見てみてくださいえっ <laughs> うん、カメラさんのね邪魔しないようにねこうやって後ろこうやってやってたとかすっかりかくないよこういうビッグパーカーなんですよ こういうッグパーカーなんですよそう私めっちゃいろんなとこにいるからみんな探してみて本当にあのねところどころにたまにね一緒に写ってたりするからせっかりに、ね、ひょっこり話してるんで見てみてください <laughs> メリ的にここのメンバーが可愛い,いとかあるえーとねうー でもいいっぱいあるよやっぱり私の一番最初のところだったら <laughs> テアンかな,なんかテアンはカーテンから出てくるんですけどそれまでに何回かひょこひょこ,ひょこ出てくるのもうそれがめちゃくちゃかわいいよ <laughs> なんかねテアンが Twitter にもあげてたんですけどめっちゃかわいいので一番最初ねちょっとテアンのところも見てみてほしいし <laughs> あとは やばい見て、声がやばい <coughs> ごめんね。そうそうそう、出ないかーみたいなやつも、よく、よく見て、なんかめっちゃ可愛いので見てみてください。あとは、一番最初だったら、わかなちゃんがね、いるんだけど、わかなちゃんは最初に、 あのお部屋に入っていく係お家に一番お家に入っていく係をしてるんですけどその時にねドアを開けてたりしてるしドアを開けてなんかウェルカムみたいな感じだったりとかなんかねそのお家に入ってる感じがする一番最初の感じする <laughs> 私は割とそこがめちゃくちゃ好きですあとはレイヤーの ハンモックにさえながらハートを作ってる部分があるんですけどそこがめちゃくちゃ可愛い最初の方だと思うあの第一鈴木伊藤の時にこうやってやってるんですけどそれがめちゃ可愛いよ <coughs> 最初の方結構いろんな見所があるしあとは <coughs> ちょっとねあれ見にくかったかもしれないんですけど うんとねリオンのにを追ってるカメラがあったんですけどそのカメラがマイロンとねアイムカーになるところがあったりとかあったりするしうんいろいろなんだろう難しいけどすごいいろいろありますリオンのかわいいポイントを望むえー、求むうんリオンのかわいいポイント、うん <laughs> 割といっぱいあるんだよねうーんどこだろう難しい見ても全部可愛くないリんごのとこって <laughs> うーんどこだろうねえみんな的にどこだろうえもう全部可愛すぎてさあリンんもって歌ってるところ好きね確かに そうだねなんかリオンも <coughs> 途中でね2三ビぐらいかなにえっとリオンがビンをマイク代わりにして歌ってるところがあるんですけどリオンのアイディアでねそれをね使ってみたんですけどそのなんかビンを持って歌ってる姿がめちゃくちゃ可愛いので見てみてください。すごく可愛いあと私のなすっごい一番好きなのとこがあってレイヤの元カノな,なんて呼ばないでよってところが。 梨を持ってでもなんか梨2つあるんですけどそれを元カノとその彼女でを表してる部分がめっちゃかわいいのかわいいよあそこはもう最強ですね梨だかね私ね私ね自分のソロのところね両方ともねあのなんだろうなんだっけリーやと一緒に一緒に過ごした時間と あと自分でね、はじめ、あの、ニサビの、あの日ミスってたんっていうところがあるんですけど、両方ともね、私、枕を持ってる、クッションを持ってるっていうね。<laughs> 1回目は自分でクッションを持ちたいなと思ってクッションを持って、2回目は、その、あの、本当はね見え、映ってないけど、3人で、リオンとマヒロンと私で一緒に座ってて、3人でクッションを持ってるっていう設定になってるんですよ。だから クッション3人でクッション持とうってなって3人でねクッション持ってるんですけど私はその時にねもう一回クッションを持っているっていうクッション大好きもめもめみりほんとディズニーの時はサビの立ち位置で踊った後だったのでそれにいつも通りにやってたんですけど あとはね今までいつもマイクをもっと踊ってたので両手の振りが初めてだったんですよ。両手振りだからなんかトランジーもいつも勝てたんだけど両方こうやって伸ばしたりとかしてるしうんあなんかなっちゃった。両方やなんか伸ばしてるしあとはなんかねサビが割といつもより2つの手になったところが多くて。 クッピーさんとありがとうございますありがとうそうだからね2番のサビの振りをたくさん練習しましたうんなんかね「今だよ」と「ランジ」でなってりとかあお腹がなってしまった卓さんありがとうございます やってるとことかあとこかあはなんだろう、まあ、サビもめっちゃ変わったんだよね「君の」のところもこうやって両手になってるりしてるところもあるしなんだろう普段のステージではできないような振り付けもしてるので一番のサビはそういうところに注目してみていただいたらあここ両手になってるとかすぐわかると思うのでちょっと見てみてくださいっていう感じですね。 でも本当にそういううの見どころかなって思ういつもやっぱりマイク持ってるからそのなんだろう、まあ、迫力はちょっと弱まっちゃうかなって片方使えないからね弱まっちゃうかなって感じなんですけどそのなんだろうマイクを持ってないバージョンだとどういう感じなのかっていうのも MV を見たらちょっとわかると思うのでしもともとの振りはこんな感じだったんだっていう振りもたくさんわかるところがサビはねあると思うので是非見てください。<laughs> あ本当はねこうやってやるつもりだったんですけど「重ね」ってやるつもりだったんですけどこうやってなっちゃったって全然重なってないやんけっていう「重なってない」みたいな感じだったんですけどこういうやつをやりたかったんだけどねちょっと挑戦できなかったっていうものでした。 何度も見ますありがとうございます部活中のああなるほど本当に、ね、ありがとう <laughs> 重なってないやんかーいってなった <laughs> そう重なってないやんかーほんとはねこういうなんかたくさん撮って三回ぐらい撮っていただいたんですよ私の ところ時にでなんかこうやって重ねてった時もあったしちょうどこうやってやった時もあったんですけどちょうどこっちが使えたって言ってあとで私は「あっやばい重ねてなかった」みたいでもう自分で反省しました「クッピーさんありがとうハートありがとう」自分で反省したのねなんかでも双子ダンスみたいになっちゃう「<laughs> 重ねてる」 あとなんかね、こういうのもあったの。重ねる。でもそれはつやらなかったけどね。自分的に重ねるがたくさんあった。こういう重ねるもあるし、こういう重ねるもあるし、たくさん。うち2個しか出てきてないけどね。割とありました。MV 出た時から見すぎて1日で歌詞ほとんど覚えてしまった。本当ありがとう。嬉しい。一緒に歌いましょう。 画面めっちゃ動くから車で見たら絶対やわそうまじっすね勉強しますありがとう見てくださいまたねちょっと気になってる方はもう一回見てくださいああまじまじ色っぽかった本当にそうそう <laughs> でもね、その MV 撮影の日はめっちゃあったかかったの。なんか普通だったら、まあまだ寒い時期だったのかなでもそんな言ってもちょっと最近だけど、まだね、2月ぐらいだったのかなだからちょっと寒かったんですよね。でもその日はめっちゃ太陽もキラキラであったかかったので、めっちゃいい天気で望めました。そう、私服でもね、ちょっと撮った。 ですけどまず部屋の色がもう全部可愛かったりあとはねそうもう全部可愛いのあとキッチンとかもうちょっとアメリカっぽい感じのキッチンで大きいキッチンだったしうーんなんかリビングと台所ダイニングが違うんですよっていうところとか。 タイプ A はあの私たちはもう配達してしまって決まってしまって私たちの CD はタイプ A になったんですけどそのタイプ A の DVD が入ったものに私たちの MV のフルが入っていてあとはもう一つ表題曲決まった表題曲の、F えー、と MV が入ることになってます。 私たちのね DVD とはタイプ A なのでもしそ <laughs> れ見てみたいなと思った方はぜひお願いしますもともと曲は好きだったけど MV 見てもっと好きになりましたありがとうございますなんかねめなんだろう今回の MV って絶対に何だろう他のグループにはないような感じなのかなって私的には思ってるので ちょっと楽しみいいですね。フルも見てみたい。私もまだ見てなくて、フルは。なので、どういう感じになったのか全然分かるんですけど。フルね。みんな一緒に見ようね。そうなのねタイペイカやありがとう。行けねあ、バイバイ。あの、バイバイ。犬の散歩、え何、何 わかんないんだよね、これ、ね。マスラさん、わかんないの。フル楽しみね。私も楽しみ。でも見てないんだよね。だから、どういう感じなのかも、わかんない。だから、今からとっても楽しみです。すでに A から D 全部予約してる。おー、さすがですね。すがっすね。さすがです。 あ,あれ見たレイヤーのさ MV 終わった後のヘリームで遊びましたってやつ <laughs> あれめっちゃ面白いよねびっくりしちゃった見た ?5 月あに行く,行くねありがとう待ってます早く発売日になったですよ。私も早く発売してほしい 栃木弁の話でてえわかんない栃木弁がどんな感じなのか全然わかんないけどヒメリアか作った本当にありがとうねレイヤのヘリウム面白いよねよく挑戦できるなって思う私とリオンとかはもう怖がりすぎてやってみたかったけどできなかったのでもレイヤはねやりましたよすごいよねうんもうびっくりしちゃった私だってまさか風船でヘリウムすると思わなくてさ でも声めっちゃ面白くて <laughs> めっちゃつぼりましたもう4回ぐらい言ってたよ <laughs> レイヤーはアホだからそんなことないからねヘリウム怖いよね栃木弁ねわかんない破天荒すぎてうびっくりしたよ メリリーヘウムたら声戻るんちゃうえー、なんや, <laughs> やだえメルジーさん覚えてるよ4月のイベント姫に出るのうーん4月に私たちサムサムが決まってるのは4月8日の牛脳フェスさんですね私4月18日は私たちの2回目の コンタートがジェップ東京ジェップダイバーシティさんで行わせていただきます。ぜひ遊びに来てください。<laughs> この間握手会れてきてできて嬉しかったありがとう若菜さ,さん。レイチの発展校のところが可愛いよね。そうね、可愛いわね。牛のフェンさん見に来てありがとう。待ってるね。 お米ゲットしてくるからアームレスリングという腕相撲大会に私は栃木の出身アイドルとして代表でさせて行かせていただくんですけどお米勝ったらお米1票いただけるということで頑張っていきたいと思います絶対米取ろうな取ろうな絶対負けないなんで負けないよ 1一票取ろうな取ろうな鍛えてない <laughs> もうちょっと1回目ぐらいでやめちゃった1回目のてライブテレ朝日見てありがとう嬉しい本気出すしかないね米かついで写真撮米かついで写真撮ってねオッケー頑張る お米一票頑張って持って帰ってきてね任せて取ってきて取ってくるから任せなさい米担いで <laughs> 頑張る米お米取りたい私食べたいみんなでお祝いで食べたいねご飯一票 <laughs> ってどのぐらいなのかな全然見たことないんだけど 知ってるよまじまじの眼力すごかった確かに持ってきたら土下座で謝りますえー、なんで30キロ嘘。その奥までもぐもぐ配信お米大好きだから取ってきたいいちご食べられないからお米こそは取りたいですねでいっぱい食べたいです 一票どんぐらいだろう。ひめり的にご飯のお供はお肉ですね。お肉。四十くらいあると思う。本当そんな。やばくないそれ。やばいじゃん。え、人と同じぐらいの。重さじゃない?。もらったら全身で持って帰るの。うん、さすがに全勝はないかな。車かな?。わかんない。 電車で持って帰るの大変じゃない汗かくもらえるかな <laughs> 前焼肉行ってたよ。もうお肉でしょやっぱり。米に肉ってアイドルがいくつってんのええーほんとですか私お肉大好きなんですよ。だから転がして帰ろう嘘ひめりんの達人そんな,なんじゃないけど。 ええー、4、400号ぐらい。嘘、やばくないだって、いつもお家ちで炊くの4、二号とか、あって、家族で食べても3号とか4号じゃない嘘でしょやばくない何日持っちゃうのって感じじゃないねえ。びっくりなんだけど、え、待って、ちょっと驚いてる、今。驚きすぎてる。え 姫にめちゃくちゃ痛い,いんだけど会いに来たよー。会いに来たよ。え、やばくない ?60 キロ。嘘。え、やばいんだけど。え、これ取るしかないね。取 <laughs> りたいけど、なんか取る気満々んだけど。どうしよう、強い人出てきたら。頑張る。<laughs> えー、頑張らなきゃね、これは。 一票それるに一票本当次栃木の茨城よりより群馬よりどの辺出身なのえわ分かんないよその辺仕事終わったから配信間に合ったいチちイさんありがとうございます岡田姫林こんにちははるもすさんもいすさんはるもいすさんありがとうございます半年ぐらいはもちねいほんとだよね3号なんて一色分だねそうだよね ようやくでしょやばくない。片手で持てるよ、特訓しよう、嘘でしょ、そっち特訓すんの。姫リオ大好き、ありがとう、ミキさん、ありがとうございます。ありがとう、嬉しい。この前、なくし会で可愛いすぎたから、六月なくし会とって、ありがとう、さうそう、ありがとう。 ダサイファミリーのコンサート学校の日だから間に合うか微妙なんだけどそっかーそうですね学校だよね大丈夫お米の町で参りましたおお5月のアクチカ行くね待ってるね5月20日お待ちしてますお待ちしてますねえっ、ー、と たくさん食べて大きくなってねなります大きくなりますどうしようみんなより身長大きくなったらどうしよう <laughs> 今度の撮影会でお米一杯 <laughs> ってかでさ取れるか分かんないのに <laughs> えっとそうだ今日かな 待ってえっと5月20日あそうだみんな聞いてあのね、えっと今度からえるえっと握手会個別握手会が個別握手撮影会があるんですけど、えっと、今回握手会を行うのは5月20日日曜日関東。 6月3日日曜日の関西で行わせていただくんですけどと本日がね15時受付ということで最終なのかなと思います15時受付なので一番最後になってるのでで3月29日の木曜日今日の5時から今日の17時からあ待って間違えたあそうだ今日うんえっと 二つあった。14時受付が今日の2時まで、14時までと、あと15時受付が本日の17時から明日の2時までなので、ぜひお願いします。あと、個別撮影会は今日の、まあ8時受付なんですけど、3月29の2時までが8時受付で、9時受付が3月29、 の十七時から明日の十四時までとなってます。それがね最後なのかなと思うので、ぜひお待ちしてます。あ、五月助さん楽しかったとありがとう。待ってます。お待ちしてるねみんな。待ってるぞい。個別握手券の。 はあのウェブ版 CD をご購入につき個別握手会1回ウェブ版 CD を3枚多いセットとし,して個別撮影会に1回ご参加いただけますということなので私14歳だよぜひお待ちしてますみんな待ってるねそうねよいとも待ってるからねみんなのことまだまだ間に合いますので ぜひお待ちしてます今日の2時までと明日のうん明日の2時まであるのでぜひ新マークションも行く本当待ってるねありがとう嬉しい関西に住んでるから関西のしか行けないごめんね、うん、待ってるありがとう会いたいよ会いたいよ行きたい待っています来てほしい ね、今日のショールームは10時までです10時まで関西だったらどうですよ不安なってきた本当？五5月20日のだったら関東ですえ、ね、全然そんなことないのもう本当にもうそんなことないんですよでも本当にねあので、ね、もコむとか全然ないのでもう皆さんと一緒にお話できたら嬉しいですぜひお待ちしてます <laughs> ちょっとぎこちない笑い方本当 <laughs> ほんとしっかりしてるやったえもう全然そんなことないんですよさ6月ってさそうあの手荒のさ誕生日あるんだよねでいただきます ほら、6月3日は、美咲ちゃんの誕生日って書いてある。みんな、6月3日は、テ案ンの誕生日だから、みんな一緒にお会いしてあげようね。まださ、ちょっと先だけど。もう私、この、この、自分のスケジュール帳に書いてあるから。6月3日、テ案ンの誕生日お会いしよう、一緒に。<laughs> 塗り替えだから一旦抜けゃいいの、OK。またね、さいさい ティアンの誕生日当日だよ。すごいよね。誕生日当日っていいよね。みんな、お祝いだ。センキーのイベント様々さ見に行く。ありがとう。お待ちしてます。何話そう名前言えば分かるかなトールさん、分かる。絶対分かる。何話そうか。ちょっちゃってね。 待って、その前に若菜ちゃん、4月26日に若菜ちゃんある。おおじゃあ、4月18日、言えないか、4月8日わかんないけど、言えますね。5月20日には若菜ちゃんの誕生日です。あゆみちゃんが4月9日でもう15歳になっちゃう。私がやっと14歳になったと思ったらもうあゆみちゃん15歳ですよ。まじまじね、楽しみだよ。マイ宙の夏だった気がする。 ちょっと待ってね。レイヤーがね、11月。レイヤーとリオンが11月なの。真宙ちゃんが10月15日だって。何話すえー、みんなにお任せしようよ。でもね、絶対の、ね、ショールーム見てくださってる人は、ほぼほぼの名前を言われたらわかる気がするから、してわかる。 なんかねでもお顔がね分かんないんだけどそうなんかいつもね私がすごいちょっと人見知りを話してしまってそう何話したらいいか分かんなくなっちゃうからみんなで話題決めようよ <laughs> なんかねお話ししたいこと決めて来てくださったら嬉しいですね何話そう <laughs> あきみちゃんるまありがとうありがとう女イの誕生日調べてメモった本当私もメモった 滑らない話,嘘でしょ滑らない話 ?2000 人ありがとうございますあともうちょっとであゆみちゃんが私と同い年と一個上のはずなのにそうなの好きなアイドルのお話オッケーオッケー俺も人見知りで本当嘘じゃあ握手会にショールームで話すテーマ決めようよ え,ー、えみんなが聞きたいことがいいんじゃないマジ私服工事の説明とか本当こないだのさ握手会の時さ <laughs> あのー、挑戦者として着た時の服を着たんですよね姫めにローラースケート以外で得意なスポーツはダンス結構マジで人見知り本当 そうで横田が人見知りなのにも見えないけどね。ファンミの日にのシャッフルでひめりが手抜きしたから追加で買ってしまった。ほんと嘘なかったね。あ、太郎トランジェットさんでありがとう。来てくれたありがとう。普段もうメイクしないの見てこのこのスピンさ。 あの服めっちゃ可愛いよね本当にありがとううしい今まではうん好きなアイドルさんのお話とかなんだろう私「タスクハブファンさん」っていうあのユニットさんも大好きなんですけどそういうお話をしたりとかあとは好きな食べ物とかなんかいちご嫌いなのっていう話をこの間はたくさんしました <laughs> 謎だけどなんか話しましたゆうくんありがとうブラジル人のミラクルこれね言えなかったのえこれ上がってる嘘上がった見てないのし昨日めっちゃ早くなっちゃったからなブラジル人のミラクルビラ配りっていうのをね言えるかどうかっていうのをやってたんですけどね言えちゃのかな めっちゃ難しいよね、あれ。びっくりしちゃうぐらい難しかった。えっ、ー、と。これ。ブラジル人のミラクル、ビラ配りなって。<laughs> 40アップね、本当にあ、え、上がってた。言えないの、これ。でも、一回だけ言えたんだよ、私。アブリカルビ。上がっちゃったよ。 上がってました。上がっております。私のブラジル人のミラクルミラクバリが上がっております。今日は言えてるやん。そうミラブラジル人のミラクルミラクバリ。なんかね文字があったらそれ見ながら言えるじゃん。でも自分で考えながら言うとそっちはまず間違えそう。 今日の予定は、この後、ちょっとスピンドルの方のお仕事をいただいたので、ちょっとそちらの方に行っており、行っていきます。私のブラジル人、ワーツ。ワーツ。え、リツイートしてしまったんだけど。何でも分かったのかい。リツイートしちゃった。シメリアカめっちゃ使うね。ほんとそうこれね、ちょっと、 分かんないけどリツイートしちゃったあとでちゃんと聞こう <laughs> ブラジル人のミラクルビラ配りブラジル人のミラクルビラ配りお花見してない通帳ち舐めんな、ね、よ <laughs> ええー、マスクしていきなようん分かった花粉だもんね飛んでそう今日あったかいし暑いから気をつけてねえどんぐらい暑い今日 それによってちょっとねえ変えたいも,もちゃんによろしくオッケーオッケーに次のイベントでメンバーみんなと動画撮っておいよそもそもメンバーとオッケーもちろん分かったいつだろう次4月8日かな30度は超えてるわけないそんなわけないじゃあ私調べちゃうからねこんなこと言ったらあこのこっち入ってないわ え、どんぐらいあったかいの？ちょっと教えてください部活の用意するからできるのあやちゃんバイバイおもちゃんとことちゃんにもよろしく了解ですやけどするぐらいなわけないでしょ出ていけないじゃん外に紫外線気をつけてる。うん、わかった昨日ね、あのいや、日焼け止め塗らずに行ってしまったんですけど外出たらめっちゃ暑かったっていう 東京は24度。本当とっと、私今日東京行かないかなわ <laughs> かんないけど。24度ですね。わかりました。24度ね。じゃあ、えじゃあ半袖で,でもいいレベルですよね。昨日ど、何度ぐらいだったの昨日。昨日何度ぐらいだったんですか昨日どんぐらいだったの ?22 度ぐらい。え、な割と暑いですね、今日。 昨日半睡眠でも十分だったもん昨日と昨日も一緒今日太陽近いらしいよあそうなのじゃあ日焼け止めみんな日焼け止め必須だよ必須だよ <laughs> 初夏くらいのんだよね本当三 ?35 億ドルおかしいでしょ死んじゃうよ <laughs> TikTok って取りためてるの取りためてる、取りため,めてるのもありますしその日取ったらやつを開けたりもしてます ぜひ TikTok 見てくださいまたねフォロワーさんも全然いないのでぜひ見てください昨日は22度ぐらいじゃ今日の方があったかいじゃん初夏暑くないやばいめっちゃお腹がグー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 ってるすごい消化してる今やばいただいまおかえり友蔵さん こんがりひめりん、待しとくやばい、私すぐ焼けちゃうからさ、日焼け止め塗んなきゃダメだね。昨日ちょっと焼けたもん。確か。確か。確かって何走ってきました。ありがとう。フォローしてるよありがとうございますちょ。TikTok ね、ちょっとインストールしないとね、フォローできないかもしれないんですけど、してください。Twitter からアカウント作れるので、ぜひ。真、ま、っ、あ、白じゃないよ。もうめっちゃ暗いの。グーグー聞こえてる。やばい、やばい、やばい。 姫に足めっちゃきれい本当そんなことないおーやばいやばい前髪きれいいい感じやばい足つった足つった,いたい調べたら今日は23となって本当痛い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 よー足もつった足足もつった足足つった痛たたいよ ちゃん来たありがとうよし治った <laughs> もう治ったから大丈夫ですちょっとね一気に伸ばしてみたな足をそしたらちょっとピーンってなって痛かったバイト10時からなのにひめりんのショールーム見ながら歩いてたら乗り遅れて遅刻頑張って走って <laughs> 足のしびれはムーンウォークすれば治るらしいそうなのなんかさこうやっちゃったら釣る時あるじゃないですかそれと同じで 伸ばしたらちょっと痛いよえっえっっったのじゃあランキング呼びまーす13いみいたおばさんえー、っと12いくっぴーさん13 11いあんちゃん10いあきたん9いおかゆさん 8位、ノブーさん。7位、キミちゃん。6位、イッチーさん。5位、ムチュさん。4位、タカさん。3位、制服の横平さん。2位、ユウくん。1位、カラフト。ありがとう、みんな。あ、ユウユッチバイバイ。ありがとう、みんな。今日も見てくれてありがとう。嬉しい。本当にありがとうね。今日は暑いんでしょ 半袖着ていきたいな暑いの嫌だしかもさ今日多分もうお昼ぐらいだったらめっちゃ暖かいよねあと5分だよみんなはい初めて配信来たありがとう嬉しいですえっとね仕事頑張って、ね、ありがとう大好,大好きだよ大好きだよ半袖に羽織るものでいいかもねだよね 今日さ、このパーカー着ていこうとしてたの。でも暑って思って今。まあ今春の生地だからそんな暑くないか。でも私暑がりだから夏は。MV 最高だった。ありがとう。道場行ってきます。行ってらっしゃい。寒いのとどっちがれるの寒いの方が嫌だ。私暖かいの大好きなんですよ。宇都宮24のそうなの ピンドラのショールームのパスコード分かった分かんない。未だにわかりません。でも上着は、すかも。だよね。上着持ってこう。今いるけどめっちゃ暑い。だよね。よかった。もう寝ます。おやすみなさい。おやすみなさい。なんかね、お部屋にいたら涼しい。私のお部屋日陰,陰だからさ、涼しいんだけどね。え、絶対暑い方がいいよ。 だって暑いのさなんか暑いところに冷たいのをやったりとか自分でさその体温調節するの楽しくない楽しいっていうかさ「めっちゃ暑いアイス食べよう!」とかさ「めっちゃ暑い氷食べよう氷食べよう」氷食べようじゃないなんかあのあんじゃん水のスプレーみたいなあのー、なんかなんだろうっけなんかシュッシュッシュッってやったらさめっちゃ冷たいやつとか。 つけたりとかなんかその夏の楽しみがあるけど寒さには勝てないよね何にもこたつ入っても無理だし確かにでしょリオも夏が成功したやっぱりリオ分かってますねでもまあ3月言ったら4月とか6月ぐらい4月5月4月3月3月4月5月ぐらいがちょうどいいけどでもプールとかそういう楽しみがたくさんあるのが夏休みだなって思うので 暑い方がいいよね。だってさ、着るものとかさ、持ち物も少なくて済むしさ、めっちゃ便利だと思う。本当に。だって冬はさ、コートとか、ヒズビックとか、いっぱい着ないといけないけど、夏なんてさ、半袖1枚でいいんだよ。絶対夏の方が楽だよ。まあ、春が一番いいけどね。おしゃれもできるし。あと、秋かな私、秋結構好き。秋と夏が好きかも、私は。でもね、夏って、夏ってね、すっごい短いんだよ。冬がめっちゃ長いんだよ。 もうふざけてるよね私夏冬より夏の方が好きだからさ <laughs> まあでも日焼けとかあるけど、まあ、対策しようと思えば対策できるからね夏の方が楽だけど汗かくの嫌だよなえでもさそのなんだろうまあめっちゃ運動して汗かいた後にさお家でシャワー浴びるのめっちゃ良くない夏っ,ってなんか冬ってさまあ、温泉とかの方がいいじゃんでも夏ってさシャワー浴びるだけでもすっごいさっぱりするから良くない <laughs> なんか夏でめっちゃ語ったっていう、ね、謎の感じだけどいいよみんな夏夏好きなの今日今日から春ねちょっと私ちょっと今嫌なこと思いついた花粉があるってことね私今までなかったから全然気にしなかったけどね今思えば花粉大変よねだから秋がいればいいんじゃない秋謎の夏愛そう 得力あると夏終わるの寂しくなるよねわかる冬すぎない冬嫌いすぎない,い寒いの嫌いなのだってさいっぱい着こまな,ないといけないしね秋とか春夏秋が好きかなもう冬は断トツで苦手ですなんか嫌いというより苦手なんか夜寝るのも寒いし日暮れるのも遅いしあ早いしもうね何って感じですよ本当に。 私はもうたくさん遊びたいのにさだから絶対夏の方がいいよねお出かけもしやすいしさ寒いと外出る気にならないよねそうなんか電車乗ったってもさ夏だったらまあもちろん電車涼しいから幸せじゃんでその後も 暑いけどさなんか電車に乗ってる時間が幸せだけどさなんだろう、まあ、幸せっていうふうになるじゃないなだてったらでも冬だとさなんかしんどいってなっちゃうの私的にはねだって電車の中あったかいのに外出たら急に寒かったりなるとさ雪は好きだよ寒いのが好きじゃないだけそっか ねえ、栃木はね、わかんない。私、今お部屋にいるんだけど、めっちゃ涼しいよ。ね <laughs> 十10時ほんと当だ。みんな10時になったから。じゃあみんな今日も見てくれてありがとうございましたと。個別握手撮影会の受付が明日の2時までで全部が終了いたします。あと MV 撮影まだ見てない。M M ベイまだ見てないよって方がいらっしゃったら、もし見てくださったら嬉しいです。ね、まだもうたくさん見てよって方も、これからもたくさん見てくださーい。<laughs> ということで、皆さん、バイバーイ。朝から配信ありがとうございました。みんな今日も元気にいていきましょう。バイバーイ。ありがとう。みんな大好きだよ。<laughs> ありがとう。ごめんね。今日鼻声だったけど。またね。バイバーイ。 お待ちしてます次も。